ミハイエル・アファナー・シエビチ・ブルガー・コフから1940年3月10日は、ウクライナ出身の劇作家、小説家、巨匠とマルガリータが最もよく知られている。彼の作品は、ソビエト社会に対する体制批判とみなされ、長い間当局から弾圧されていた。作風に関し、同じく、ウクライナ出身の人物で、 近代ロシア文学の基礎となった作家ニコライゴーゴリと比較される。ブルガーコフの肖像画が入ったハガキロシア人の両親のもと、ロシア帝国支配下のウクライナの首都キエフに生まれた。キエフ大学で医学を学び、白軍の軍医としてロシア内戦に従軍した。内戦期には、キエフはウクライナ人民共和国、赤軍、ウクライナ国、 ドイツ帝国、白軍に次々と支配を受けたが、ブルガーコフは友人らと共に、多くの軍隊勤務を命ぜられている。特に、最後に従軍した白軍の将軍アントーン・デニーキンは有名で、ブルガーコフは彼の南ロシア軍に従軍して、チェチェンやブラジカフカースへ遠征した。戦後、ロシアの有名な雑誌、ナカヌーニエに載せた悪魔物語で高い評価を受け、 一躍分断に名を挙げた。その後、SF 的な中編小説、運命の卵や犬の心臓を表したが、科学に対する回帰的な姿勢が、科学の発展による全人類の明るい未来を標榜する共産主義政権に睨まれ、また、内戦の体験をもとにした自伝的長編小説、白守る軍が、白守る軍への番下であるとして当局より厳しく批判され、 その後に書かれた作品を含め多くが発禁となった。最後の作品となった巨匠とマルガリータは、キリスト時代のエルサレムと現代のモスクワを舞台にした巨匠とその愛人、マルガリータ、そして悪魔らが縦王無尽に活躍する意欲的な長編小説であったが、これも長らく公には封印されていた。解禁後は広く読者の注目を集め、 数多くの舞台でも演じられている。その他、白守軍を偽曲化した、トゥルビン家の日々、SF 的中編小説、赤紫島、ゴーゴリ最後の長編小説、シセル魂のパロディ小説、父チチコフの変歴、中編小説、ゾウイカの部屋、擬曲、モリエールなどがあり、いずれも日本語訳で読むことができる。ブルガーコフは、生まれ故郷のキエフを深く愛したことで知られ、 特に彼の初の長編小説、白守軍にはその愛情が滲み出ていると言われる。彼の名前、ミハイールは、キリスト教の天使、セイ・ミハイールに由来するものであるが、セイ・ミハイールは、キエフの守護聖人である。1940年3月10日、人口過小により48歳で死去。彼の父もまた、同じ人口過小で死去している。ありがとうございます。